どうも西田渡です。本日なんですけれども、キャノン、ライカ、ソニー、僕の写真の使い方っていうね、写真撮影での使い方っていう各メーカー語りをね、今日はしてみようかなと思っております。今日のねお話はあくまでも、写真撮影、こうカシャカシャカシャって撮っていく写真撮影においてのみ絞ってねお話ししますので、ぜひともそういった目線でお聞きいただけたらと思っております。でさらに言うと、かなりバイアスがかかってますので、僕が使い方っていうところでの各メーカーのお話なので、これが全てではないっていうところを前提にね、皆様とお話しできていけばいいかなと思っております。なのでまあキャノン、ソニー、ライカ、いろんなねカメラ、まあ、その他のカメラをね使ってる方々多くいらっしゃると思いますが、特に僕が写真撮影において、そして仕事の撮影ですとか、こういった写真集ゲイズ、9月17日に発売しますけれども、またゲイズボリューム5がね、で、11月にはこちらサインスもね、こちら写真展やりますので、こういった作品を撮っていく上での活動だったり、はたまたね撮影仕事っていうところでのね、観光物などの、依頼された撮影をする際にの、カメラシステムとか、そういった目線からプロカメラマン、プロフォトグラファーから、そして写真作家って、そういった二面をね、僕の場合一応持っているっていう形なので、そういった目線からお話していこうかなと思っております。ではまずはやはりね、僕のチャンネルをご覧の皆様は比較的ここですよね、キャノン、こちらのカメラを置いております。今日はあえてね、こちらの R3 を皆様にご覧いただきたいがために、α7 マーク4で収録しているっていう形になっておりますので、ソニーのカメラは今日は僕は写真撮影においてはね、こちら RX100 マーク7の後ほどお話ししようとは思っておりますので、お楽しみにというところで、今のキャノンの僕の使い方はもう基本的にはなんですけど、基本的にはもう業務撮影にだんだんと特化されております。まあなぜかと言いますと、やはり R3 の出現がかなり大きくてですね、このカメラが僕のある意味ではもう今のほぼ全てかなというところになります。あとは楽したい、楽したいと言いますか、押すだけで完璧にね、撮影をしたいなとか、家族とお出かけしてもう例えばもう何も考えずに思考停止でパシャッと押して OK っていう風にしたい時には、例えばですが、まあ、こちらのね、R5 だったり、まあ、最近では R6 の方が持ち出す頻度は大きいかなと思ってます。まあ、部屋に室内に入った時にでもね、200分の1とかでパシャッと切っても、まあ ISO、まあ、1万ぐらいで収まったりするので、そういった時にね、高感度耐性に強いのはやはり R6 が強いっていうところ、記録のね家族写真とかになりますと、なおさら、まあ、そんなに画素数いらないということで、ハンドリングを考えましても R6 の方が向いてるかなっていうところです。ですが僕の今全てを支えてくれてるカメラは正直この R3 になってまして、なぜかと言いますと、これ久しぶりに α7 マーク4で収録してますが、もう毎日のようにこれで R3 で僕の場合はYouTube を収録しております。なのでこう僕の場合 R3 ってこうやって見ていることが最近多いんですよね。とあとレンズはですね、もうこれ僕はこれ完全に YouTube 用で使っているんですが、 RF-1435F4 っていうレンズですね。もうこのコンビで、このコンビがもう完璧すぎてね、めちゃくちゃ、撮影倍率 0.38 倍だったかな、めちゃくちゃ寄れるんですよ。今使ってるのは E の PZ1020mmF4G ということで、 E マウントのレンズ使ってて、これはね逆に 1.5 倍にしてある分だけ拡大率もね 1.5 倍になるので結構寄れるんですよね。レンズ面までが今これで5センチから6センチぐらいかな、結構寄れるしね、そんなにブリージングも出ないしっていうところで非常にいいレンズでね、逆に E マウントの、APS-C 用で使ってるっていう形です。なんでめっちゃ小型軽量、これはこれでいいんですけれども、まあなぜ僕はねキャノンを使うかっていうのは、まあ昔からキャノンを使ってきているっていうのもあるんですけれども、まあ、商業ベースで撮影していて、で特にスタジオワークとかが多かったものですから、タレントさんとか人物撮影を撮るっていうところでね、テザー撮影です。要はキャノンがやっぱ一番強いんですよね。フェーズ1ハッセルブラッドとかのデジタルバックの、ね、カメラはもちろんテザー前提で組まれてますから、そこは絶対死守するっていうところなんですけれども、例えばニコンとかソニーはごめんなさい、僕ねがっつり使ったことがないというところもあって、まあニコンもそうなんですけれども、ただそこまでね、そのテザーの安心感安定感というところでは、やはりキャノンのねここの USB-C つないで、特に R3 から、まあ、R5 も素晴らしかったですけれども、つないでパソコンとの安定したデータのやり取りですね、この辺のテザー撮影とキャプチャーワンとの相性もあるんですよね。キャプチャーワンとキャノンというのはですね、もう蜜月な関係、テザー撮影の関係でいうとフェーズ1が出てきたあたりからになるので、もう20年以上にわたってキャノンのデータをキャプチャー1に飛ばしてと言いますか、飛ばすっていうか有線でつないでデータのやり取りをやるっていう歴史が違うんですよね。そういった意味も含めて、
あのテザー撮影、現場でデータをどん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 流し込んでいって、その流し込むデータが安定して供給されないと、データがダメになるだけでなく、現場が止まってしまうと、例えば10分で撮影しなきゃいけないタレントさん出さなきゃいけない、もうすぐに次の取材撮影がある、収録があるっていう中で10分で失敗できないわけです。そこで撮れなかったら、はい終わり、もうごめんなさいできませんっていう、まあ最悪ね、テザーが調子悪くなってパソコンなくなれば、それだけでスタンダードでだん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 って撮ればいいんですが、メイクさんは見れないし、スタイリストさんも見れないっていう風になると、現場の雰囲気ガタ落ちなんですよね。あ、2人だけでやってるっていう、フィルム時代はこれはデフォルトだったんですけれども、当たり前ですが、ね、みんな見れるものだっていう前提で商業撮影で組まれてますから、見ることができないとかってなると、現場のマネージャーさんとか、タレントさんだけでなくね、スタイリストさん、ヘアメイクさんとかも結構テンション下がってきちゃったりするんですよね。やっぱり心置きなく安定してやっていくためにも、テザー撮影がいかに安定しているかっていうところは結構重要な要素でして、あとはね、例えばその瞬間のオートフォーカスとか、スポーツを撮るとかファッションショーを撮るとか、記録するみたいな決定的瞬間をそこをピタッと止めるオートフォーカスでってなると、まあ各社ね、 α1 z9、 そして r3、 この辺使っとけば、まあ撮れないことはもうないですよ。ぶっちゃけ 1dx mark3 とかもバチッと撮れますからね。昔からそうやって皆さん撮ってきてるわけですからね。フィルム時代からもオリンピックであったわけですし、あの現場とかをね、よりよく回していったりとか、安定的にクリアしていくには、基本的にはテザー撮影が安定しているっていう要素がめちゃくちゃ大きくて、必然的に僕は商業ベースで使う、じゃあそうなるとそれが一番安定しているハッセルフラットとかフェーズ1とかはもちろん安定して当然なんですけれども、まあ、今の時代機動力も含めて、そして描写性能も、まあ、ある程度の状況だったら差別化がなかなか厳しい中では、やっぱりもうミラーレス一眼とか、フルサイズ使うのがもう当たり前なんですよね。そういった時の中で一番安定稼働をテザー撮影でしてくれるのはキヤノンっていうことで、まあ、プロ目線からまずキヤノンを選んでおくと。でキヤノンでレンズで通しておけば、キヤノンってフラッグシップ機から EOS キスまで民生機まで 縦でヒエラルキーめちゃくちゃきっちりあるじゃないですか。だから例えば、まあ、僕とかだと今日は気軽に行こうかってなったら EOS RP めっちゃ小型なフルサイズもありますしね。で同じレンズがつくわけですから、それをレンズつけて撮ると、そういった流れがあるっていうこともありまして、キヤノンをとりあえず筋通しておけば、今僕が言ったようにね、もう本当にゴリゴリのね、5分10分でタレントさんバチッと撮れっていう撮影から、まあ、今日は家族とね、それこそ息子と手つなぎながら片手でパチッと撮っちゃおうっていうね、 EOS RP に RF50 で F1.8 をつけて、もうカメラ任せの F にして押すだけフルオートで撮っちゃうと、こういうことができるっていう意味では、まあ、僕は必然的にもう全てにおいては根幹、根っこの部分は活動するのはキヤノンということが基本的には成立しているっていうことですね。これが僕がキヤノンを使う理由でございます。続きましてこちら、はい、またちょっと特殊なカメラですよね、ライカ。まあこれね、最近僕はちょっと言い始めているんですけれども、最近単語をちょっとね考えました。ライカの理想って何なんだ、よくね高いだけじゃないかとか、キヤノンとかよりも性能とか悪いのになんでこんな高いんだとか、値段のこととかをね言われがちなんですけれども、まああとは使っているユーザーとかがライカを使う意味とかっていうところで、なかなかこう明確な答えっていうのが今まで出てなかったと思うんですよ。で僕だんだんと分かってきまして、この明確な答えっていうところがですね、単語なんですけども、グラムパーハイレゾリューションっていうところでいかがでしょうかっていう答えなんですけど、これどういうことかと言いますと、 1g に対する高解像度、解像感ですよね、解像感、描写性能とかっていうところ、 1g あたりの描写性能が一番高いカメラ、同条件でね、もちろん決定的瞬間とか今この瞬間を R3 対M11 で対決しろとかって言われたら、もう絶対僕だって R3 使いますよ。ですが同条件下においてきっちりとこのまま、せーの、パチッとゆっくりと言いますか、撮れる環境下にあってね、例えば ISO100、 F8、 そして、シャッタースピード、250分の1とかで同条件で、ね、R3 と M11 パチッと撮るってなった時の出てくる、吐き出てくる絵のクオリティ、そのレンズも当たりますが、例えばですが、この RF50mm で F1.2 をつけます。で、かたやライカにはこちら、50mm の F2 のアポズミクロンつけます。こっちが 900g、 そしてこっちが 300g っていう時、まあ大きさも全然違いますよね。そういった時にこれ 530g だったっけな、つけて、830g なわけですよ。カードとかもいろいろ込みで 830g で、かたや仮にですが、まあ、R5 でもいいですね。 R5 が高精細なんで4500万画素、そしてこちらが、50mm で F1.2、
900g、730g、ガチャッとつけて、1630g っていう理屈ですよね。ってなった時の写りがじゃあどうかっていう、場合によっては6000万画素ですし、本当に写りいいんですよね、 M11 ね。もう僕の動画で結構ご覧いただいている皆さんもいるかとは思うんですけれども、この、ね、エルマリート 28mm をつけたM11 との描写も素晴らしかったりしますので、ね、以前ご覧いただいたと思うんですよね。新世界で撮ったカラブシリーズ、カラブ関西の写真を見ていただいたと思うんですけれども、まあ、そういった中、そのクオリティをもちろん R5 と RF50mm でも出そうと思うんですが、最初の話に戻りますが、グラムパーレゾリューション、ハイレゾリューションってところですよね。1グラムあたりの高解像性能っていうふうに考えた時には、軽くて同じ写りぐらい、キャノンとね、キャノンと M11、R5 と M11 が同じ写りっていう風になった時には、結果、ライカってコスパいいよねっていう、値段のコストパフォーマンスではなく重さのコストパフォーマンスがいいっていうことにたどり着いていくんですよね。なので、多くの、写真家が今まで名だたるね、木村伊平さんとかでね、もう言っていたらキリがないですよ。世界の写真家とかでも大体ライカ使ってるイメージありませんか？写真家はライカみたいな。これって僕も最近ちょっとだけライカをかじってね、いろいろ使い始めて気づき始めたのが、いろんなカメラ僕もそれなりに使ってきました。もう300種類ぐらい使ってきました、レンズとかカメラとかね。そういった中でやっぱ必然的にライカに必然的のようにたどり着いてしまっているっていうのは、さっき言った軽いのに写りがいいっていうこの単語一言に尽きるのかなって最近思ってきておりまして、今のね、その安くて軽いレンズっていうところももちろんですが素晴らしいですよ。安くて小さい、ミラーレスによって小さいですが、歪曲出差出ますよねっていう。で、歪曲に関してはカメラとの接点のやり取りでカメラ側で補正するからいいんですっていう風に、メーカー側はおっしゃったり、実際にユーザーの方もおっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、かたやガチで写真撮り、作品撮りをしていて、ローから、がっちりねキャプチャーワンとかで追い込んでいくぞとかってなってしまうと、キャプチャーワンにじゃあ仮にレンズプロファイルなかったら、そのレンズめちゃくちゃ歪曲したまんま使わなきゃいけないっていうことになりますと、使えないですよね、正直ね。それがもちろん素直なね、糸巻き型、樽型収差とかでこうクイッとね、ディストーションの補正でまっすぐなってくれればいいんですが、本当にきついディストーション起こっていると、歪曲起こっていると、もうちょっと直したつもりでも周辺がこう最後グニャッとなってて、使い物にならなかったりするんですよね。そういった時にこれだけ小さいのにライカのレンズって、その辺の歪曲とかではきっちりと光学の中で正してきてくれるおかげで、ローデータでレンズプロファイルを当てなくてもピチッとまっすぐなってたりするわけですよ。これが逆にレンズプロファイル当てなくてもキャノンでもね、まっすぐなものがまっすぐ映るレンズっていう風になると、どうしても今のね時代だとミラーレスでもこれぐらい大きなレンズでないと、ちょっと歪曲収差だったり色収差ですよね、逆光時にパープルのフリンジ、グリーンのフリンジとかが乗ってきたりとか、そういったことが起こり得る。完璧にその辺のフリンジとか色収差、歪曲の収差をなくすにはこのデカさじゃないと厳しいっていうところになると、結局みんなライカライカって言い出すのは、これだけ小さいにもかかわらず恐ろしいぐらい歪曲収差、歪曲出ないし、もちろんですが逆光の時ね、もちろんでもフリンジも出ないですね。これね、ブルーのフリンジが時々出るかなって時はあるんですが、それでもねやっぱ出ないですよね。特にこの M 型ライカとマッチングさせるとね、やはりここに完全なチューンアップされてますから、まだ底が知れないっていう感じはあるんですよね。まあそういった時に、まあ本当にライカ、僕がそのゲイズとか、このサインスとかもやってるんですけれども、これをやるにあたって何をどう撮るか決まってない中、街をさまよってあっと思った、心が動いた、金銭に触れた瞬間をパンと撮っていくっていう風になると、さっき言ったような、グラムパー、ハイレゾリューション、ハイレゾリューションかレゾリューション、その辺の解像感が軽くて解像性能の高い、要は軽くて写りのいいカメラに行き着くんだなっていう風になってきてるっていう。人間だから楽したいですよね、正直ね。軽くて写りんだとそれ最高じゃんと。もちろん値段は全然最高じゃないんですけれども、まあそこは一回置いときましょうと。で、買えるんだったらやっぱ写りが良くて軽いカメラ行くよねってなると、まあマニュアルだったとしてもね、ライカに行くんだなっていう風な形で、自然と最近ではどうしてもライカにたどり着いているっていう次第で、最後ソニーですね。ソニーに関してはですね、僕はもう最近こうだんだんとシュリンクされてきまして、 α7 マークをね、本当に素晴らしいカメラなんですよ。今もご覧いただいている通りバッチバチにピントの早いですよね、カメラ α7 マーク4。パッと今目拾ってます。パッ、こちらのソニーのカメラピント合いましたっていうところで、ムービー
を取るっていう意味では今もポチッと押してどうも西田渡るですって言えばポチッとしてそして赤いレックボタンを押せばレック終了っていう風になると、こういう風に考えた時には本当にムービーを撮るとかそういったオートメーションっていう意味ではソニー最高なんですよね。そのオートメーションの技術は僕が享受する中ではここなんですよ。やっぱソニーはね RX100M7、 もちろん今もうデジカメっていうのは基本的に iPhone とかスマートフォンに置き換わっていく宿命のある個体ですから、必然的になかなかね次々と、筐体が開発されてくることは今後ないであろうと。ですがソニーのこの RX シリーズ、特に RX100M7 ですね、 24-200mm で F2.8-4.5 っていう比較的明るい中での約8倍ズームぐらいかな、このカメラ、そしてフォーカスは写真に関しては α9 譲りの性能のオートフォーカスが入っているということで、本当にフォーカスの性能もいいんですよね。なので僕はソニーはむしろねコンデジ、コンパクトで写りのいいコンデジっていうところが結局今のところ僕の中ではソニー最強なのかなと。もちろんキヤノンの色大好きなので G5X Mark II とかも大好きなんですけれども、いかんせんこれに比べたら筐体が大きくなってしまって、これが 300g、 G5X Mark II になると 340g かな、で筐体もちょっと大きいのでなんか簡単にポケッタブルというかポケットに簡単に入る感じはないんですよね。ですがこれになりますと本当にガチのポケッタブルっていうところで名刺プラスアルファぐらいの大きさですからね。で8倍ズームあって、もちろんちょっと暗いですよ。その辺はキヤノンの方がね G5X Mark II G7X Mark III とかこの辺はかなりいいなとは思っているんですけれども、とはいえ一番このコンパクトの中に、最近言ってるねコンパクトなレンズなのにみたいなところで、コンパクトな中でできることを全部やってきている全部入りみたいなコンデジっていうところでは、僕の中で今コンデジはや結局ソニーが一番かなっていうふうにはなっております。もちろんキヤノンのね G9X Mark II あたりはこれよりもより 100g 軽い 200g の筐体で、その代わりズームレンジは 2-3 倍で短いんですけれども、そういった素晴らしいカメラもあるんですが、じゃあ1台で全てなんとかしろって言われた時のコンデジは僕の中ではこちらのね RX100M7 かっていうところで、ソニーのコンデジが一番かなっていうところになっております。なので、まとめますと、キヤノンに関しては要は筋が通ってるっていうところですね。もう R3 買っちまえば僕の中ではもう自分にどんな仕事のオファーが来たとしても、タレントさんだろうが企業案件だろうが、まあ、記録だろうがで、もうとにかく R3 さえあればもう全部できてしまう。とりあえず僕の中ではね、僕の仕事のステージ撮影からスタジオ撮影で、その潜在撮影とかね、ストロボライティングの撮影とか全部できる。なんでキヤノンの R3 とあと RF レンズがバンと揃っておけばもう全部 OK で、さらにと、お気軽に持ち出すっていう意味では RP があってくれるので、コンパクトなシステムも組めるっていうところで、ライカに関してはもうやはり写真家として表現していく上では、先ほど言ったコストパーレゾリューション、コストパーハイレゾリューションっていうところになると、軽くて写りがいい究極のカメラっていう意味では、多分ライカが今 M11 が一番突き抜けてるかなって感じですね。これ並みに小さくて軽くて軽さでっていうね、要はアポ済みのこのセット870g でここまでの写りをするカメラが事実上他社メーカー見渡してもないってことですね。キヤノンだったら 1.67kg になってしまうっていう、だからこそ僕はこのコストパーハイレゾリューションっていうところで、ライカを選んでいる。そしてさらにもっと小さくポケットだけでなんとかしろっていうふうに言われた時には、大体全てのものを切り取ってこいって言われた時にはソニーのこの RX100M7 が出てくるっていう、こういった、僕の中ではキヤノン、ライカ、ソニー、この3社のスチルフォトグラフィーの使い方かなっていうふうに思った次第でございます。参考になれば幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。